どうも、中田とピロリ、市場ロッテ、おいンネルです。こんばんは。皆さん、ロッテのシーズンオフ、いかがお過ごしですかねまだ2日か。長いですね。でも、こっから、こっからちょっと長いなと思ったんですよ。今週はなんと、ドラフト、ね、26日に、木曜日あります。誰が、誰を指名するのか、っていうのね。皆さんちょっと気になってると思いますけど、そんな中、吉井監督が今日ね、先ほどですよ、ニュースで。 えー、ロッテの吉井監督、吉井正人監督、58歳が23日、えー、26日行われるドラフト会議の指名候補にリストアップしている約100選手の映像装着。100選手です。ね。ピロイさん映ってる、ね。100選手。スカウトの幹部の説明を受けながら、ゾゾマリンで約6時間半。大変ですね。えー、昨年は就任直後だったため、アナチャー選手の映像を確認するのは初めて。あ、そうか。昨年はバタついてましたからね、ちょっとね。 誰が監督ななんんだみたいな <laughs> ね吉井さん監督になっていただいてありがとうございます。さあそこでですね指名の方向性としては、えー、今シーズンに関して言えばやっぱり最後に先発ピッチャーがいなくなったのでピッチャーが欲しいんですけれどもチーム全体のバランスを見ると野手が足りていないのでドラフト戦略になっちゃうので言いづらいんですけれど。 そういう風になるんじゃないかなと思います。という即戦力のやつも上位候補に上がってると示唆したということで、これは、ね、あのー、僕はね、ドラフトの予想のね、チャンネルをやったのチャンネルというかえ、配信か、配信やったんですけど、その時ね、僕1位を渡来選手、エネオスの、したんですけど、ありますか、渡来さん。ね、まあ確かにね、ピッチャーね、今年は豊作と言われてるんで、 とうとうの6人衆とかね、まあ、それも12人、ね、でも収まらないぐらい、ちょっとやっぱ大学生ピッチャーがいいというのはあるんですけども、まあ、確かにちょっと野手が、ね、いそうでいないというか、まあ、怪我人とかね、まあと、例えば外野で言ったら、ねまあ、それは小木ちゃん、ね、角中選手、岡ピ藤原選手、高尾選手、戻ってきたりとかね。 あと和田くんもいますし、いることはいるんですけど、じゃあ1年活躍した選手いますかっていうとね、ちょっとやっぱいなかったんで、そういうのを考えると、まあ、ちょっと戦力的にもね、で渡来選手は実は、あのー、セカンド、もともとセカンド、高校の時セカンドでした。で、この間はね、あのベイスターズの練習試合のはあは、あ CS 前のサードも守ってるんで、って考えたら、なんかね、やっぱポイントとしてはマッチしてるのかなっていうのがありますし、あとなんか、 その、スター性がすごいみたいですよね。あの、その、渡来選手を追ってる、アマチュアを追ってる方が、なんか、このニュースで見たんですけど、ニュースサイトで。なんか、オーラがもう違うみたいな。もう、陽キャ、陽キャですね。本当もう、渡来選手を見るために、なんか、こんだけ集まってるみたいな。いや、もう本当そんぐらいの、ちょっとスター性もあるみたいな感じなんで、陽ですよ、陽。ね。ちょっとその辺を考えると、渡来選手、なん、ねえ、言って、まあ、 こればっかりはね、他のチームが行く可能性あるんでね、ちょっとどうなるか分かんないですけど、ちょっと狙っては欲しいかなっていうのはやっぱありますね。そう。でもここで、まあ、競合になった場合に、じゃあ誰行くかってなったら、またちょっとその時も話してる。まあ、方が明治の上田選手とか、京大、京大広瀬選手とかいるんですけど、まあ、まずはちょっと、僕的には渡来選手行ってほしいなってありますね。ただ、ね、まあ、そう言っても、ちゃんと公言したわけじゃないんで、ね、そう言っときながらも、 ああのピッチャー行く可能性もありますね。そう。だからちょっとこの辺はまた当日ねちょっと配信は今のところはその1位2位3位ぐらいまでねできたらいいんですけどちょっとまあちょっとできなかったあれなんですけどなんとかちょっと上位はねちょっと仕事が入っちゃってるんでねあの夜はなんとか上位はできたらいいなと思いますというわけでちょっとねまあ、軽くこんな感じでねあのニュースとかもねニュースからの奪っ 仕事をこっちに横流しする仕事をして、ちょくちょく配信などもねやっていきたいな、配信とかね、こうやってやっていきたいなと思いますんで、またちょっと、シーズンオフも皆さんよろしくお願いします。ちょっとあの配信、雑談配信とかもねできたらやるんで、またよろしくお願いします。ドラフトは明後日明後日か、明日え今日月曜か、3日後、3日後、楽しみですけど、ちょっと緊張しますね、やっぱね,ね。これにロッテの未来がかかってるんでね。 よろしくお願いします。というわけで、以上、中野とピロリ一原っておんちゃんです。秋のあの選手名刊のあの動画がね、ピロリさん上げていただいたんで、それも撮ったのは3月ぐらいなんですけどね、面白いので、よかったら見ていただけたらと思います。ありがとうございます。